Good morning, YouTube. 今日は東医療センター川原先生によるシャントの話お願いします。よろしくお願いします。東医療センターの川原ゆきです。今回はシャントに対する DCB とポバの話です。で、CKD に関しては世界中で8億5000万人の患者がいて、腎代替療法を受けているのは400万人です。日本国内では、推定で1330万人が CKD、成人の8人に1人がと言われていて、2016年には、腎代替療法の患者数は約33万人と、左の図からも分かるように、増加傾向となっています。で、その今回のテーマである血液透析に関しては主に3つのアクセスがあって、CV カテーテルによるものとグラフトによるもの、シャントによるものですね。それぞれ特徴があって、 CV カテーテルは緊急ですぐに行えますが、感染が圧倒的に多いっていうこと、あとは流量があまり取れないっていうところですね。グラフトに関してはこちらに関してはすぐに比較的早く使える、2週間ほどで使えますが、入院や感染、血栓症がシャントに対して多いと言われています。で、シャントが、最も広く普及されていますが、血流量も多くて、長く使える。ただ、成熟に失敗することや成熟できない人、あとは6週間から8週間は使用できないといった特徴があります。これ、カテーテルは AV、こちらは、はい、カテーテルは AV ではないよ。V ですね。V だよね。はい。AV はカテーテル。AV アクセスではないですね。はい、すみません。はい。こちらは、KDOQI というアメリカの透析に関するガイドラインで、今年改定があったもので、今回の、この発表ではこちらを大体参考にしていますが、アクセス経路の選択に関しては、まずはその予後が1年以上あるかっていうところで判断して、1年以上望めない場合には、それらのシチュエーションが変わらないのであれば、グラフトか CV での透析。で、1年以上ある場合で、AVF、シャントが作れる方だったら AVF を考慮して、作れなそうだと、まずは AV、グラフト。で、グラフトで問題があったときに、またそれぞれシャントが作れるかっていうのを判断するっていうような形が推奨されています。感染の面で CV カテーテルっていうのはかなり問題がありますので、シャントやグラフトっていうのがほとんどとなっていて、日本国内でも血液透析に関しては 90% 以上がシャントになっています。で、この AVF での透析で、最も多い問題っていうのが、この狭窄と閉塞になります。で、簡単な図になっていますが、狭窄に関しては上流側の狭窄と下流側の狭窄に分かれていて、最も多いのが上流側で、下流側の狭窄に関しては急激な血栓閉塞を起こす可能性があると言われています。閉塞に関しては血栓性と非血栓性に分かれています。この狭窄に関してシャント血管のモニタリングですが、日常の診療と透析で見られる項目というのは主にこちらですね。で、特にガイドライン上、この左の方の身体診察というのが重要と言われています。で、静脈高血圧による同側の全体の浮腫であったりだとか、狭窄部の硬化、またスリルや雑音など、あとはシャント側の腕を挙動した時のそのシャントの反応性などが上がります。透析の際には、
戦死が難しくなったりだとか、凝血会が引けたり、あとは止血がなかなかできないっていう問題などがあります。その他で画像の検査であったり、あとは透析中に分かる数値などは、補助的なものとして書かれています。で、身体診察とその狭窄の診断に関してちょっと面白い論文なんですけど、身体診察で狭窄の正確性を見ているもので、一般の腎臓専門医の方ではこの狭窄に関して診察で 50% 程度しか当たっていなかったんですけど、6ヶ月間訓練された腎臓の内科医とレジデントを見てみると8割から9割ぐらい正答ができていたということで、ガイドラインでは、身体診察で十分にその狭窄が診断可能っていうことと合わせて、診察技術っていうものの向上っていうのが課題となっているようです。身体診察で狭窄の部位ごとの診断正確性を見た論文の方では、インフローとアウトフローに関しては可能ですが、吻合部であったり、もっと静脈の中枢の方の診断っていうのは難しいという結果で、ガイドライン上はルーチンでの血流の測定であったり画像の検査、あとは造影検査っていうのは推奨されていません。この狭窄の予防に関してですが、まずは薬ですが、結論から言ってしまうと確立された治療薬っていうのは今のところないようでした。フィッシュオイルとアスピリンに関しても、新規の作成の AVF に対して両群入れてみても、特に AVF の、機能不全っていうのが狭窄により透析不全ですけどもの改善っていうのは見られませんでした。ただ他の論文で新たに作られたグラフトに対してはいい結果が出ています。クロピドグレルに関してはこれが唯一 AVF に対しては、いいデータとなっていますが、新規作成のシャントに対してクロピドグレルを入れたところ、AVF の血栓症自体、血栓症のみ優位に減少したとなっています。で、他の論文で、クロピドグレルとプロスタサイクリンの、併用でシャントの成熟不全も優位に少ないということで、クロピドグレルはどうやら AVF には良さそうではあるんですけども、いずれにしても透析の成功率っていうのは改善はできておらず、今のところガイドライン上推奨には至っていませんでした。スタチンエゼチミブによる LDL 低下療法に関しても、こちらがもともとは CKD 患者のに対する LDL 低下療法でのアテローム性、疾患のリスクリダクションを見た論文2つのシャープとオーロラの、二次解析の方で、シャントの、改善率っていうのを見ていますが、いずれも有意差はありませんでした。これはスタチンとエゼチミブを両方投与したっていうスタディ？はい、これは両方ですね。なるほど、はい。で、今回のメインテーマである、AV シャントに対する血管内治療に関してですが、以前のガイドラインでは無症候性の狭窄、無症候性というのは先ほど示した心斎診察での問題がない狭窄に対しての、血管形成術というのも推奨されていました。しかしその後の論文の方で、これは一例なんですが、エコーでの血流量がある一定以下、あるいは以前から 30% 以下低下してはいるけど、無症候性っていう患者に対して、予防的に血管形成術を行った群と治療なし群の方で比較してみると、1年後の改善性や血栓症は両群でほとんど変わらなかったという結果、これらの結果などから、今年のガイドラインの方からは、臨床指標のない狭窄に対しては、血管形成術というのは推奨されないということになっています。他の、ガイドラインの推奨を見ていくと、
悪いに関しては臨床症状を伴った狭窄や閉塞に対しては、第一選択となっています。で、薬物コーティングやカッティングなどの特殊なバルーンに関してはエビデンスがまだ不十分で、バルーンの拡張時間であったり圧であったりということに関してもエビデンスが不十分です。そうだね。ステント治療に関しては、グラフトの、吻合部でに対する自己拡張型ステントのみ提案という立ち位置になっています。ステント内再狭窄に対してはステントの方が今のところいい成績、あとは BMS は避けるべき と、なっています。さまざまな血管内のアプローチというのが試みられてはいますが、現状、お産後の PTA というのは6ヶ月以内に治療を繰り返す例が約 50% と言われているのが現状です。そんな中下肢に対する DCB の有効性が示されたところで、バスキュラーアクセスに対する治療っていうのも期待されてきてはいました。この治療を繰り返しちゃう人っていうのはさ、治療、はい、再狭窄しない人と比べて何か特徴があったりするんですか？そういうのは分かる。もともとそうですね、あんまり分かってはいないんですけど、再狭窄の原因自体はじゃあアテローム性動脈硬化に近寄ったものっていうのと、先肢と、あとはカテーテル自体も良くないんじゃないかっていうような話もあるようです。静脈が動脈硬化しちゃうってこと？内膜の飛行が見られるみたいです。内膜の飛行しちゃうんだ。はい、分かりました。で、皆さんご存知だと思うんですが、下肢の治療でのパクリタキセルの、1年以降の死亡率が、高くなったという論文で、さらに、パクリタキセルの濃度依存性にそれも悪くなったっていうような、論文が2018年のジャハから出たということで、2019年6月に FDA 安全委員会が急遽招集されて、結論としては欠損データが多くて間違っている可能性があるっていうことになったようなんですけれども、いずれにしてもパクリタキセルのコーティングの DDES や DCB に関してはやや慎重な流れとなったのは否めないと思います。その後、2019年で、メタアナリシスの方で AVF に対する DCB っていうのが12ヶ月のフォローで死亡率は変わらないっていうことで、まあちょっと12ヶ月なんで何とも言えないと思うんですけど、でこれらの結果を経て FDA の方では2019年11月で DCB を AVF の治療として承認という形に なっています。で今回はこの、承認されたDCB っていうのを推奨を後押しするような目的となっています。2020年の、先月の、ニューイングランドジャーナルです。で、方法としてはシングルブラインドのプロスペクティブのランダマイズドトライアルとなっていて、動静脈瘻 AVF の新規病変と再狭窄病変の、10センチ以内のものが対象となっています。で、パクリタキセルの濃度は 3.5 の DCB と、ポバで比較していて、6ヶ月間の観察で、有効性に関しては改善率で、安全性に関しては30日以内の動静脈瘻関連のイベントとなっています。これシングルブラインドは患者さんだけかは330人か。そうですね、やってる人は分かってしまうということがまたリミテーションに上がってます。薬が塗ってるバサバサしたバルーンなので分からないようにするのは無理ですね。そうですね。セカンドが肩の中に入れて、はい、先生やってくださいっていうしかもう方法がない。はい、お願いします。330
29施設から集められて、それぞれ DCB が170人、コバが160人で分けられています。インクルージョンクライテリアとしては21歳以上で、予後が十分にある人。で、しっかりと使われている透析のシャントっていうのが条件で、しっかり増設後60日以上経っていて、直近の、12回の透析中8回以上が成功しているっていう条件ですね。で、エクスクルージョンとしては、やはり、作られて日が浅いものであったりだとか、透析がうまくいってない、透析がしばらくうまくいってない人とかは、除外されています。これはエコーですね。50% 狭窄は。あ、そうですね。エコーですね。はい、エコーと、あと、造影も入ってます。うん、はい。手技の方法に関してですけども、治療の対象としては、吻合部から、液化と鎖骨下の合流部までが治療対象となっていて、血管の直径と一致する高圧バルーンで全拡張した後に残存狭窄のが 30% 以下であること、また先行がないこと、またグレード C 以上の血流障害伴う乖離等を認めないことを確認した後に、バルーンと同じ径の DCB と、バルーンで治療をされています。ガイドラインの推奨で、証拠は不十分なので、インフレーション時間であったり、圧に関しては、術者に任されています。これ全拡張と同型の DCB とポバっていうことは、ポバ群は2回同じことをやるってことですね、はい、つまり。そうですね、2回以上同じことをやっているようでした、結果から。うん、で、DCB 群は、まあ、だから最後だけお薬を塗る。はい、1回だけ DCB という形。うんですね、はい。キャラクタリスティックですが、いずれの項目も2つの治療群で非常に類似していました。で、この静脈の狭窄のリスクファクターである年齢に関しては65歳前後、高血圧に関しては 90% 前後、心室異常症に関しては 50%、DM に関しては60から70% と、実臨床に非常に近いような臨床です。アペンディクスの方からの情報ですと、狭窄の部位に関しては、静脈側のアウトフローが最も多くて 32% で、吻合部が次いで 25% です。腎不全の原疾患としては糖尿病が 50% で一番高くなっていることであったり、以前にも治療歴のある人っていうのが 74.5% となっています。で比較的再狭窄を繰り返している人が多い、治療、患者群となっています。他、抗血小板薬に関しては、何らか1剤以上が、退院時に飲まれている群っていうのが 65% で、その後6ヶ月の観察で、60% 程度まで下がっていますが、群間ではほとんど変わりありませんでした。でダプトに関しては、退院時に 12.6% 内服されていて、6ヶ月時点でも 12% 程度と、内服が続いていて、内服の変更というのは少ないロームとなっています。これは PCI をやった後の患者さんかもしれないですかね。そうですね、ダプトに関しては推奨されてないので、うん、なんか理由がないと入らないはずです。そうだね、はい。結果ですけれども、まず有効性に関しては6ヶ月間の観察で優位に標的病変の改善を認めています。圧倒的じゃないか。はい、完全に良さそうですね。で、アクセス回路全体の改善性っていうのも改善させていることが見えます。で有効性に関しては今示した通りですが、安全性に関しても比例性を、証明されています。でセカンダリーとして、中身を見ていくと、再治療っていうのも、有意に減らしていて、
その再治療の回数も有意に減らしている。また、先ほども示しましたが、アクセスの全体の改善率っていうのも、有意に改善しています。改善しています。これは一番上のプライマリーエンドポイントは有意差ありの 0.001 未満だけど、下のプライマリーセーフティーは、はい、比例性が有意だと。比例性を、はい、そうです。すみません、ちょっと混合しちゃったんですけど。混合だね。はい、わかりました。という、非常にいい結果となっています。そうだね。いずれも、データの欠損等も考慮した解析でも、この優位性というのは保たれていました。で、ディスカッションとしては、DGB は6ヶ月間の標的病変の改善性というのは優位に優れていて、30日以内のアクセス回路に関連する重大な有害事象に関しては比例性を示すことができました。で、ちらっと先ほど示しました、以前メタアナリシスで死亡率に差がないということだったんですが、今回も、表とかデータではあまり書かれてはいなかったんですが、今回の差は、6ヶ月間ではなさそうでした。で、ターゲットリージョンだけでなくて、透析回路全体の改善につながったっていうことで、以前の報告から AVF が機能不全で CV カテーテルで代用すると、その後の死亡リスクっていうのが高くなるっていうような、発表がありまして、狭窄や閉塞等で中断することのない透析っていうのは長期的に見ると患者の予後に影響を与える可能性があるのではないかと、述べられていました。リミテーションとしては、先ほど淳先生の指摘もありましたが、二重毛形にできないっていうことと、インフレーションの数や圧であったり、秒数であったりは、行楽因子となる可能性があるということ。で今回は AVF だけですので、他の狭窄に関してはさらなる研究が必要。で、あとは、これは個人的な見解ですが、6ヶ月間の観察だったので、死亡率に関しては、パクリタキセルの影響っていうのはちょっと判断できないかなと思いました。今回の論文に関しては以上になります。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。いいですね。こんなに差がつくとは思いませんでした。みんな、必ずしもみんなシャントの治療をやってないと思うんですけど、東医療センターと西新井は循環器内科医が、結構やってるということになりますよね。で、論点はいくつかあって、基本的にシャントは、吻合部から静脈側がかなり狭窄閉塞を繰り返してしまうということで、その定期的にメンテナンスというか、狭くなったら治療しましょうっていうのを繰り返すようなことが許されているというか、それで仕方ないというようなものなんだけど、なるべく回数は減らしたいなというふうに思うわけですよね。で、パクリタキセル問題ですけど、今回はそんなに高容量のじゃないバルーンを使っているのかな。それで一応高容量のようでした。あれ高容量 3.5 なので、はい、この中では使用率が高い方の、そうかな、そうか。その1年、は大丈夫だけど、2年以降の予後が、てか死亡率が上がっちゃうっていうことが問題になって、メタアナリシスだと、たんだけれども、これがなかなか否定しきれないということで、各国というか世界中ですごく問題になったわけですよね。だけどそのしつこくがんとして言い続けている、笠野先生という先生もどうも、聞いたところ、シャントには使ってますということをずいぶん前に言っていたので、なかなかその先見の目があるっていうか、このね、まさかニューイングランドでこうなるとは、彼も思ってなかったと思うけど、確かにそのシャントにはどうも良さそうだなっていうふうに思いますね。で、さっきも言ったけど、どういう人が再狭窄繰り返しちゃうのかなっていうことで、西新井で調べたんだけど、
その時の結果はどうだったですかね、島崎先生。おはようございます。その時の結果はですね、まあ、やっぱり吻合部と男性だったかなっていう。女性じゃなくて。患者背景だけですけど、女性じゃなくて男性っていうのが、患者背景残ってたと記憶してますね。なるほどね。なので、まあ、結局性別は変えられないし、まあ、吻合部はほとんどが吻合部にできちゃうので、まあ、なかなかその差はあんまりないんですよね、実はね。今回の、すみません、今回の論文でも、最狭窄起こった群っていうのは、やっぱり吻合部病変っていうのが一番多かったです。なるほど、なるほど。ほとんどがやっぱり吻合部のその乱流とか、まあ、炎症とかっていうので、まあ、起こってるのかなというふうに思いますけど、まあ、これまでも、まあ、バックグラウンドに出てきたけど、その高圧でかけたりとか、そのカッティングとかスコアリングみたいなやつでやってみたりとかを、まあ、すごくいろいろまあ、ね、やられてるんだけど、まあ、大体そういうのやるの循環器内科医なんですけど、結局全然いい結果がまあ出ないんだよね。なので、こんだけ差がつく方法論っていうのは、もうかなり衝撃的だということで、ちゃんとやってる循環器内科医にとっては、すごくインパクトを持って、迎えられてるというふうに思いますね。はい。何かありますかね。まあ、やってない人は何とも言えないけど、しばし先生どうですか。あ、白谷どうぞ。あ、すみません。ありがとうございます。僕あんまりちゃんと PTA やらないんで、ちょっと知らないんですけど、この最狭窄の有無の、まあ、違いというか、あれで、脂質異常症とか、高血圧の有無とか、そういうのが基礎疾患で差出たりするもんなんですか？なるほど。異常リスクとしては上がってるみたいですね。そのリスクとしては、それらが言われてはいるんですけど、今回の論文で最狭窄群でそれらが多かったかっていうのは、アペンディクスとしても書いてはいなかったですね。ありがとうございます。最狭窄にはあんまり関係なさそうなんだよね。透析になっちゃう患者さんは、そもそもやっぱり血圧高かったりとか、脂質も悪かったりする患者さんが多いと思うんだけど、一旦なってた後に再狭窄するかどうかっていうのは、まあ、あんまり関係なさそうなんだよね。ただやっぱり一つ思うのは、その患者さんの血管の状態、受け皿の状態とか、あと、吻合の仕方とかっていうのは少し影響しちゃうかなとは思います。だけど、まあ、我々がそこを介入できるものではないので、外科にお願いするしかないかなと思うんですけど、柴井先生どうですか？まあ、ちょっと最近やってますけど、ちゃんと PTA、なんか感じるとこあります？どこにいるの？上空5000メートル。もし、聞こえるよ。非常に結果驚いたんですけど、一個だけちょっと確認、さっき柳先生もお話ししたんですけど、静脈狭窄にパクリタキセルが効く機序は、やっぱり内膜の可動性なんです。なんで静脈にパクリタキセルが効くんでしょうか。確かに そこを結束して、そうですね。調べた中では、その内膜の形成であったり、なんか平滑筋も形成されていくっていうような病理的な画像もあったりだとかしていたので、その点ですかね。確かに、まあ、内膜増殖が病態じゃない限りは、パクリタキセルが効いてる理由がよくわからないね。確かにね。もう一つは、心肌病変と最狭窄病変とか、吻合部とかいろいろ場所でもいろいろ比較じゃないわ、いろいろいましたけど、それぞれって比較されてんですか？なんかそれ吻ぞれ合は部比とか較がよされく効きそうだなとか思ったんですけど、全然比較はされてない。てなかったですね。ちょっと気になったんですけど。最狭窄と心肌も比較されてないですか？
もう比較されてないですね。まあ、かなり繰り返す例とね、確かにね。わかりました。ありがとうございます。うん、吻合部、ほとんど吻合部に起きて、まあ、繰り返す人はもうかなり繰り返しちゃって1回で終わる人っていうのはそんな多くはないので、全体的に見るとそんなにヘテロな感じではないんじゃないかなっていう印象を持ってますけどね。うん、で今回のポピュレーションも結構最強作繰り返してる人が多かったんだよね、もともとね。そうですね、最強作繰り返してるのが 74.5%。 まあ、ほとんどそうなんだよね。高田先生お願いします。あ、ちょっと話題違うかもしれないんですけど、まあ、静脈なのになんで効くのかっていうところで、まあ、自分コメントだけなんですけど、なんかサフェナーをバイパスの時に使ったやつが動脈硬化みたいになって硬くなって閉塞するみたいな、はいはい、こう聞くので、なんかそれも僕も自分詳しく調べてないですけど、ちょっとその動脈が動脈化するみたいな話を昔ちょっと聞いたことあるなと思って、まあシャントも同じようなことが起こってて聞くのかなっていうような印象を持ったんですけど、まあ入ってない。だって静脈にだってない日はあるわけでしょ。そうですよね。そうだよね。やっぱりそこは炎症でなんかこうプラークが入り込んだりとかするのかね。でも どこに入るんですかっていう感じだけどね。島崎ですけど、はいはい、今のその動脈の動脈硬化っていうので、確か金沢の先生がですねOCT をやって堀田先生だろ、その先肢部位のところのやっぱ飛行が強くて、なんかこう血栓とかそのマクロファージなんかそういう郵送されてきて、なんかこう平滑筋もできているように見えるみたい なんかこう見解を示されてたんで、やっぱりブスブス刺すことによってやっぱそこに何かこう、まあ、血栓性 その炎症のヒーリング過程が 毎回起きて、まあ、動脈化してるんじゃないかみたいなことを、言っていましたね。なるほどね。やっぱりその止血の過程で血小板がくっついちゃうから、そこからその、なんだろうね、まあ、なんだろう、なんですかね、まあ、再狭窄過程が進んでしまうんですかね。やっぱ血小板が悪さしてるかなっていう感じがしますけどね。プレテートデライブドグロースファクターみたいなやつが出て、まあ、そこが悪、まあ、人によっては狭窄しちゃうってことかもしれないです。でも必ずしも、だって吻合部の前後だから必ずしも先肢部位ってわけではないもんね。確かに。うん。そうです。はい。そんなとこでしょうか。まあでもかなりすっきりしたね。なんかこれよく見ると 14% リアクションで NNT48 ですとかいうよりは、もう明らかに。ちょっともう一回、カプラマイ見せてください。つまりこれ3ヶ月ぐらいは持ってくれればいいっていう感じではあるんだけど、差がついてくるのは2ヶ月ぐらいからっていうことですかね。そうですね、3ヶ月になるともう結構明らかに 10% ぐらい差がついちゃってるっていうことなので、で、うん、そっか、結構8割以上の患者さんは、7ヶ月ぐらいは持ってるっていうことだよね。はい。で、まあ、こういう、まあ、久々にっていうかね、一番下、カプラマイの一番下がゼロっていうのが、まあ、かなり久々っていうか、こういうのを見ると、まあ、なかなかね、珍しいかなというふうに思うので、まあ、これ、この結果を受けて日本で使えるようになるのは、まあ、結構まだ先かなというふうには思うんですけど、まあ、それまでは、なんとか、ハイプレッシャーで長時間かけて、まあ、抑え込むっていう風なやり方を続けなくちゃいけないと思うんですけど、とてもはっきりとしたいい試験だったかなというふうに思います。ではそんなところで、今日もコロナに気をつけていってらっしゃい。